写真甲板写真甲板とは写真術で用いられた観光材料の一種で写真入材を無色透明のガラス板に塗布したものであるガラス甲板あるいは単に甲板と呼ばれる場合も多い1871年にイギリスの医師リチャード・リーチ・マドックスが発明した当初は青色にしか観光しなかったが1873年には ヘルマン・フォーゲルが黄色と緑色に対する観光性を持たせる方法を発明し、1878年には工業生産されるようになり、箱入りで購入し好きな時に現像できるため短期間で出盤を駆逐した。さらに1884年にヨーゼフ・マリア・エーダーが改良した。感度も写真出盤の数倍と高く、ハンドカメラや瞬間シャッターの開発を促し、 手持ち撮影も可能になりまたアマチュア写真家の参入を可能とした。ベース素材を破損しやすいガラスからニトロセルロースに代替してより便利に扱うことができるよう改良された写真フィルム、特に何枚も巻き上げては撮影できるロールフィルムが1888年に登場して需要が減った。日本では1931年に起きた。 満州事変を契機とし財政の大膨張、金融出再禁し、円安、軍需インフレーションで一般購買力が増大してアマチュアに写真が流行し、その際アマチュアは旧来のかさばって重く不便な甲板カメラを避けてロールフィルムカメラを購入したので、たちまちロールフィルムが一般化したという。田中正夫は1935年を甲板とロールフィルムの交代期に当たるとしている。 1978年時点ではわずかにアグフアゲバルトがゲバパンを製造し、日本にも代名詞版と大陸主殺版が極光学の特需化により輸入されていた。ガラスは非常に安定しており、特に広角撮影のための大判でも曲がったり歪んだりすることがないため、研究用品質での撮影ではフィルムに比べて圧倒的に優れていた。しかし、 看板の量子効率が約2%であるのに対して、さらに量子効率が高い、光に対する応答の線形性が良い、撮影や画像処理が容易であるといった、いくつかの利点を持つ電化結合素子にとって変わられ、この分野でも1980年代初めから顕著に減少している。それでも CCD は現在存在する最大のフォーマットでも多くの写真看板の解像度に、 劣っている。このため、現在天文学で使われているサーベイ、観測用カメラでは CCD チップを並べた大規模なアレーを使用せざるを得ない。またデジタルデータやデータ形式の寿命についても不確定な点があるため、写真看板の必要性も全くなくなったわけではない。天体観測などの専門的な分野では1990年代まで用いられていた。 昔の肉眼観測による方法に代わって多くの太陽系天体が写真看板を用いて発見された。写真看板を用いた小惑星の発見はマックス・ボルフによる1891年のブルーシアの発見から始まった。写真看板を用いた衛星の発見は1898年の土星の衛星、ケーベが最初である。名王星は 写真甲板をブリンクコンパレータで調べることによって発見された。また冥王帽子の衛星カロンは写真甲板に映った冥王星の像の膨らみを注意深く調べることで見つかった。1950年代の最初のパロマー天文台スカイサーベイやこれに続く1990年代のポース2サーベイ。 南天を撮影した UK シュミットサーベイなど多くの有名な天文サーベイの画像は写真看板を用いて撮影された。ハーバード大学やゾン・レベルク天文台など多くの天文台では主として変更星の歴史的研究のために大規模な写真看板のアーカイブを保持している。写真看板は放射線による電離作用によって黒く観光するため写真看板は 初期の高エネルギー物理学の分野でも重要な道具であった。例として1910年代にビクトール・フランツ・ヘスは積み重ねた写真看板の上に残った秘跡から宇宙船を発見した。彼はこの観察を行うために写真看板を鉱山に持って行ったり、気球を使ってより高い大気中に看板を置いた。ある種の写真看板が 電離放射線に感度があるという性質は医学画像や材料科学の分野でも有用であったが、その多くは再利用可能でコンピュータで読み取ることができるイメージングプレートや別の X 線検出装置に置き換わっている。大きいファンの看板はガラス切りできることで小さい看板として利用できる。看板用ドリ枠にシートフィルムをシースとともに挿入することで代用できる。 シースが入手できない場合は 0.3mm 厚の王道板をフィルムの大きさより多少小さい大きさにハサミで切って両面テープでシートフィルムに貼り付ける。シースは内面反射を防ぐために黒色に塗られているがこの場合は裏当てにするだけなので黒く塗らなくても実害は出ない。ありがとうございます。